JST 理数学習推進部能力伸長グループ女子中高生の理系進路選択支援プログラム事務局ですこの動画では授業の概要と令和4年度の公募について説明いたします本動画ではご覧の目次に従って進めてまいりますまず本プログラムの概要についてご説明します 現在、ジェンダーギャップを縮めるための施策が国際的に進められ、持続可能な開発目標 SDGs においても、ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行うという目標が掲げられています。日本においても、様々な分野での女性活躍を推進する機運が高まっていることを日々感じられていると思います。科学技術分野においても同様に、 女性のの理系人材の活躍が期待されており、より多くの女性研究者や女性技術者が活躍できるような環境の整備が急務となっています JST では次世代人材育成事業としてこうした未来の女性理系人材の育成につなげるために女子中高生の理系進路選択支援プログラムを実施しています。我が国では、 中学学段段階階でででのののの理数の学習や、高校段階での分離選択が、進路を考える上で大切ななターニンングポイントの一つとなっています。しかしながら理系科目に対して興味関心を高める機会が学校の授業以外になかったり理工系分野にどのような学問や職業があるのかといった情報を得る機会が少なかったりするために理工系分野の進路を考えるきっかけが不足している場合があります。 また理工系分野に関心があっても実際に専門的に学んでいる女子学生や働く女性といったロールモデルが身近にいないために自身の将来として捉えにくくなることや地域や家庭教員からの言葉がけに潜む無意識の思い込みアンコンシャスバイアスによって女子中高生たちの中で理系進路が選択肢から消えてしまう場合があります。そこで 本プログラムでは、女子中高生が理工系分野をより身近に感じ、進路の選択肢としていけるように支援を行う実施拠点の構築を推進しています。高等教育機関や民間企業、地域の教育委員会などによって構成される実施体制が、理系科目や理系進路に関する情報や体験の機会を提供することで、理系進路選択の裾の拡大を推進するとともに、 女子生徒を支える保護者や教員に対しても意識啓発を行い、理系進路選択に係る環境の醸成を目指します。実施体制にありますように、実施機関には委託事業として JST からの採択を受け、企画を主体的に立案実施していただきます。また、共同機関や連携機関を取りまとめ。 継続的な実施体制を構築していただくこともプログラムの企画に含まれます共同機関は実施機関と共同で企画の立案や実施を担う機関です連携機関は企画の実施協力を行います実施機関・共同機関・連携機関の詳細については別のスライドでもご説明します本プログラムにおける取り組みの対象は 女子中高生と教員・保護者です全国各地において地域の実情を踏まえ各機関の特徴を生かした取り組みを企画実施することで女子中高生の理系進路に対する興味関心を高めるとともに本人だけでなく教員や保護者も理系進路選択に関する理解が促進される取り組みを支援しています。 本事業は平成21年度より単年度支援のプログラムとして実施してきましたが女子中高生への継続的な支援が行われるよう事業の継続性を重視して平成28年度から支援期間を2年間とするプログラムになりましたそのため実施期間には2年間の支援終了後も企画が継続されるような取り組みや実施体制の構築をお願いしています また女性研究者だけでなく多様なロールモデルの提示ができるように実施体制の中で民間企業の参画を必須としました。平成31年度からは分離選択前のアプローチの重要性から女子中学生と理系進路選択に関心の薄い女子生徒を必須の対象者とし継続的な事業規模の観点から 市町村規模で取り組みを行う実施機関の採択を開始しました令和4年度は平成28年度のプログラム改定から7年目となりますそこで実施機関が培ってきたノウハウをさらにプログラムへ生かすことを目的に支援機関が6年に達する採用簿機関に対する要件を追加しました詳細については別のスライドにてご説明します こちらのスライドはこれまでの採択状況を示しています。地図では平成28年度から令和元年度までの採択期間を示しています。令和3年度は令和2年度に採択された12期間と令和3年度に採択された5期間の計17期間がそれぞれの地域で取り組みを実施しています。現在の実施期間は高等専門学校が4期間、 4年生大学が13期間となっています。次に、令和4年度募集の概要についてご説明します。令和4年度の募集期間は、令和4年1月24日月曜日から2月25日金曜日正午までです。 募集要項や応募の際にご提出いただく企画提案書そのほか関連書類は本プログラムホームページにて公開しています締め切りは募集期間最終日の正午を厳守としますのでご注意ください選定は外部有識者で構成する本プログラム推進委員会により審査を行いその結果に基づいて JST が採択期間を選定します 選定結果の通知と公表は、4月中旬から下旬を予定しています。令和4年度の採択件数は、おおむね10から15件程度を予定しておりますが、応募数や企画の実施規模により変動する場合があります。スライドの表では、平成28年度以降の応募件数と採択件数をまとめています。 次に支援金額と実施期間について説明いたします採択された際の支援金額は1企画あたり300万円が上限となります応募の際には企画の対象規模を決めていただくことになりますが都道府県を対象規模とする場合にこの上限額となります対象規模を周辺市区町村として実施する場合は 150万円前後の支援金額を目安としてください採択を受けての実施期間は最大2年間です年度ごとの契約となりますので支援金額も年度単位で管理・執行していただきます経費の執行は JST との実施協定の締結後からとなります採択決定後、まず業務計画書を作成していただき 確定定後、実施協定の締結となります。応募可能な機関は女性研究者技術者または女子学生を所属させ科学技術に関する研究開発または教育を行っている機関それらの機関を取りまとめることができる機関です。本プログララムでは、スライドのように、 グループ A から C の3グループに分類しています。この3グループのいずれかに該当する機関が応募可能です。グループ A は、大学や高等専門学校、短大などの高等教育機関、グループ B は、民間企業や研究機関、科学館など高等教育機関以外で、女子中高生が将来的に活躍することが期待される機関、 グループ C は教育委員会です。本プログラムでは、応募者を新規応募期間と再応募期間に区別しています。新規応募期間とは、平成28年度以降に採択実績がない期間、または、平成25年度から27年度までの3年度間で3回連続の採択実績がない期間のことを指します。 採用募期間とは平成28年度以降に採択実績がある期間、または平成25年度から27年度までの3年度間で3年連続の採択実績がある期間のことを指します。本プログラムでは企画が全国でより広範に展開されるために新規応募期間からの提案を優先します。採用募期間については 新規応募期間の選考状況を踏まえた上でプログラムの趣旨に即し効果を最大化することが見込まれる優れた企画の中から採択回数期間の多様性地域のバランス等を考慮し総合的に判断します再応募期間については平成28年度以降の支援期間に応じて追加で提案していただく項目があります まず、すてのの採用機関は、新展開項目の提案が必要ですそして平成28年度以降の支援期間が通算で6年に達する採用募期間は1の新展開項目に加えて令和4年度からは拠点の拡大と取り組みの浸透にかかる展開項目の提案も必須となります。 まず新展開項目についてご説明します。これはすべての採用母期間において提案が必須となります。新展開項目とはスライドに記載の3点です。過去の採択によりこれまでの企画で達成できたことは何かまたその時に達成できなかったことや新たに見えてきた課題は何かを分析してください。そして 新たに提案する内容とその理由や実施の狙い、支援終了後に継続していくために支援期間中に行うこと、以上の提案が新展開項目となります。拠点の拡大と取り組みの浸透に係かかる展開項目では、次の2点について提案をお願いします。一つ目は、 教員および保護者を主たる参加対象とする取り組みの実施2つ目は新規参画機関に対するこれまでの経験や実績の共有です。丸一については女子生徒の取り組みに引率同伴し生徒の活動の様子を見学する形の取り組み参加ではなく教員や保護者を主対象に据えた取り組みの実施を提案していただくことになります。 詳細や背景については本プログラムホームページ掲載の「募集」に関する FAQ をご覧ください。2> ② については本プログラムに参画経験のない機関を共同機関として位置づけて実施体制に含めこれまで培ってきた企画の実施や運営に関するノウハウを共有できるような提案をしていただくものです。採用機関が、 新規参画機関と共同して企画を実施し。対象地域で取り組みが浸透していくことや。ノウハウを新規参画機関へ伝えることで。本プログラム趣旨に沿った企画が近隣の地域へ拡大していくことを期待しています。新規参画機関を含めた実施体制は。図のようなイメージとなります。まず。新規参画機関は。 平成28年度以降の採択において実施機関や共同機関として本プログラムへの参画経験がない機関とします。新規参画機関は採用母機関の提案する実施体制の中では共同機関の位置づけとなり採用母機関と共同して企画の立案・実施を行います。また新規参画機関には 特定のエリアにおける企画の実施を担当していただき JST とも個別に実施協定を締結の上、負担対象費用の一部を管理・執行する体制とします。2年間の支援期間の中で経費の執行を伴う企画の実施を経験し担当エリア内の連携体制の構築を目指すことで支援期間終了後に独自に企画を展開できるようになることを期待します。 そして採用募機関はこの新規参画機関が今後において主体的な運営ができるようになるためにこれまでに培ってきた経験や実績をもとにノウハウの共有をしていただき支援を行ってください。以上が令和4年度募集の概要となります次に企画を検討する際のポイントについてご紹介します。 本プログラムでの企画とは、応募期間に立案、提案していただく計画そのものを指します。また、取り組みとは、企画を構成する講座などの個別のイベントを指します。応募に際しては、スライドに示した4つの要素について詳細を提案してください。次のスライドからは、これらについて詳しく説明いたします。まず、 1>, 1つ目の取り組みについては女子中高生向け教員保護者向けの取り組みを提案してください女子中高生を対象とする取り組みについては理系進路選択に関心が薄い生徒や分離選択を迷っている生徒を中心とした取り組みを必須とします高校では1年次で分離選択をすることが多いため女子中学生を対象とした取り組みを必ず盛り込んでください 関心の薄い女子生徒については自発的な参加が見込めない可能性があり学校現場における講演会や出前講義など関心の薄い生徒を巻き込む工夫をする必要がありますそのために地域の教育委員会や学校などと連携し学校現場のニーズを踏まえた取り組みを行うなどの検討をしてください理系進学を希望している女子生徒と 理系進路選択に迷いがある生徒また関心が薄い女子生徒では理工系分野への興味関心を喚起する情報に違いがあると考えられますまた中学生と高校生では学習段階や理解度に差があると考えられますそのため参加者に合わせた内容をご検討ください 取り組みをを検討する際ににには、スライイドに挙げた点をポイントにしてください。まず取り組みの内容として女子中高生に対して理工系分野への興味関心を喚起する内容や具体的な情報が提供され理系進路意識の向上が期待できる内容としてください。具体的には多様な学びや科学技術に関係する職業や進路の紹介。 多様なロールモデルの提示といったものが考えられます。また、生徒自身が体験的・対話的活動を通して主体的に学べる機会となっているかも注意してください。取り組みを実施する際には、オンラインの活用も検討してください。オンラインのメリット・対面型のメリットを取り組みの性質と照らして開催形態を組み合わせることにより、 アクセシビリティの向上に努めてください教員保護者に対する取り組みについても女子中高生に対する取り組みの内容と同様の点に留意し女子が理系進路を選択することに対して理解の普及を図れるような内容としてください。単純に女子中高生に引率しその活動を見学することで終わるのではなく 教員や保護者自身に直接アプローチし、進学、就職やその後の人生設計に対して理解を深め、理系進路選択を後押しできるよう工夫してください。特に、教員は女子中高生にとって、進路選択に関わる身近な存在ですが、参加を促すことが多くの実施機関で課題として挙がっています。そこで、より多くの教員が取り組みに参加し、 女子中高生の理系進路選択に関する理解を深められるよう、教員の参加しやすい期日や機会を捉えたり、取り組み形態にオンラインを活用したりするなどして、アプローチの工夫についても検討してください。次に、実施体制についてご説明します。実施体制には、共同機関・連携機関の参画が必要です。 この実施体制には、募集概要のスライドで示したグループ A から C にある応募可能な機関を一つずつ含めてください。実施体制には、共同機関が少なくとも一つ参画していること、民間企業を必ず含めること、そして教育委員会を令和4年9月末までに実施体制に含める想定であることが条件となります。 例えば大学が実施機関となる場合グループ B グループ C にあたる機関を共同機関と連携機関に加える必要があります周辺市区町村を対象地域とする企画は都道府県教育委員会が実施体制に含まれない場合でも市区町村の教育委員会が実施体制に含まれていることで申請が可能ですただし周辺市区町村規模での企画においても 高校生を対象とした取り組みの実施を想定している場合は、都道府県教育委員会を実施体制に含めることをお勧めします。次に、効果的な活動についてご説明します。女子中高生や教員、保護者に対して、目的を効果的、効率的に達成するための活動について検討してください。 継続的に企画を進めていくためには、対象地域での企画の認知度を上げることが必要であると考えられます。取り組み一つ一つの開催や参加者募集の周知、企画全体の成果の発信、そして企画の成果検証・改善の仕組みなどについて、どのような方法を用いて、どのような役割分担で行うのかについて提案をお願いします。 最後にに事業の継続性についてです支援終了後も継続して取り組みを行うために PDCA サイクルが継続できるよう定期的な全体会議の場を設けてください。また支援終了後も継続的に事業を実施していくことができる基盤を形成するため複数機関が集まって進める取り組みを行ってください。これは地域に対して 毎年働きかけを行うなど、女子生徒の理系進路選択支援に係る環境情勢へとつながる取り組みを想定していますまた、予算の点からも継続性について提案をお願いします支援終了後は、どのような内容や規模で企画を継続させていくことを想定しているかどのような財源を想定しているか また財源獲得のために予定している計画について説明をお願いします。以上が企画を構成する4つの要素です。募集要項で詳細を確認いただき、提案をお願いします。最後に本プログラムの募集に関連する資料をご紹介します。関連資料はすべてこの本プログラムホームページにて公開しています。 令和4年度募集要項、企画提案書などのダウンロードが可能です。また、令和4年度募集に関する FAQ では、想定される質問の回答をまとめてあります。募集要項の変更の背景やポイントについても記載されていますので、ご覧ください。女子中高生の理系進路選択支援プログラムにおける参考事例は、 効果的な工夫点点や注意ににについいいててて事例を挙げていますのので企画検討の際に参考にしてください本プログラムや募集に関してご質問がありましたらこちらの公募専用メールアドレスより事務局へご連絡ください以上で女子中高生の理系進路選択支援プログラム令和4年度募集についての説明を終わります ご視聴いただきありがとうございました。